土地の元所有者は被害が大きいので申し訳なく思うと話しているということです。静岡県熱海市で起きた土石流をめぐっては、その後の土地の元所有者の代理人弁護士への取材で、元所有者が被害が大きいので申し訳なく思うと話していることが分かりました。また、代理人弁護士には数日前に、 今後、裁判など問題が生じる可能性があるので、対応をお願いしたいと相談があったということです。元所有者は2009年に市に計画を届け出ていて、県は実際には届け出を大幅に超える量の盛り土が行われていた可能性を指摘しています。